どうもおじチャンネルです。本日もご視聴ありがとうございます。動画のタイトルを見ていただいた方は内容がなんとなく予想がつくかもしれないんですけれども、私パチンコ店に行ってしまいました。しかも3店舗も行ってしまったんですよね。昨日の動画を見てくださった方はご存知かもしれませんが、私は昨日緊急小口資金の貸付を受けることができました。20万円が手元にあります。まあ、いくつか支払いなども行ったので、少しお金はもちろん少なくなってるんですけれども、それでも今まあ生活していくにはしっかりと余裕のある金額をまあ貸し付けていただいた状態なんですけれども、いや今お金と時間にまあ余裕があるというか、余裕は本当はないんですけど、まあお金に関しては使っていいお金っていうか、まあ散財をしていいお金ではないので、余裕があると言えるかどうかは定かではないんですけれども、自分がそれを使うことができるお金なんですよね。まあ、それを生かすも殺すも自分次第っていうところなんですけれども、まあ、そのお金が今あるっていうところでパチンコ店に行ってしまったんですよね。なぜ行ってしまったのかと言いますと、お金を持った瞬間になんかスイッチが入ってしまった気がするんですよ。あ、パチンコ店に行きたい、パチンコ打ちたい、そう思ってしまいました。そして私はまだまだ依存症なんだなと思うんですけど、そのスイッチが入った瞬間にもパチンコ店に足が向かってしまったんですよね。今日はこの場所に行ってこれをしようっていう目的があったのに、パチンコ店に足は向かってしまいました。そしてそのパチンコ店に向かっている道中、ずっと思っていました。ああ、やっぱり私はやめられないのか、依存症なのかって、そういう自分を客観視しているというか、行きたい、パチンコに行きたい、そう思っている自分と、ああやっぱり自分はやめられないのかっていう、前の動画ではよくお話ししてたんですけど、パチンコをしたい自分をパチ悪魔、でも本当はやめたい、こんなことしたくない、そう思う自分を、まあ、本来の自分っていう風に前は表現していたんですけど、まあ、その二人が同時にいるような感覚ですね。そして店に着きました。そして迷わず店内に入りました。まあ、最近は U タイム付きのパチンコが増えたっていうところもあって、まず U タイム近い台がないかななんていう、まあ、プロでもあるまいしっていう、まあ、データを見て歩くっていうことをしてたんですけど、まあ、そんな台は簡単に落ちているわけではなくて、もちろん店にはなかったです、そういう狙い目的な台は。まあ、それでも寝台があったりとか、まあ、自分がちょっと気になっていたコードギアスがあったりとか、歩いていました。何度もあ、この台に座ろうかな、パチンコ打っていたなって、パチンコを打っていた時の自分を思い出しながら、またあの感覚に浸りたい、パチンコ打ちたい、そう思っている自分もいるし、今もしこのパチンコ台に座ってお金を入れて打って、まあ仮に勝ったとして、私はどういう感情になってるかなって思ったんです。まあ、負けた時はもちろん後悔すると思うんですけど、勝った時、そして遊戯している最中、自分はどんな気持ちになっているかなってふと浮かんだんです。その自分は絶対に後悔してるなって思ったんです。ああ、自分はこんなにパチンコやめようやめようって発信もしてきた、応援してくださる方もいる、そして実際今日までやめることができていた、なのにパチンコをしてしまった、その後悔に苛まれるんじゃないかなって思ったんです。そしてその思いに包まれた瞬間、私はパチンコ店を後にしました。あるパチンコ店の隣にケーズ電機があるんですけど、ケーズ電機にダッシュしました。実際は早歩きなんですけど、そしていい天気だったので、その周辺を少し散歩して車に戻りました。そして車の中に戻ってふと考えました。またあんな後悔して過ごす一日にしたくない。そしてパチンコ一回またやり始めたら、勝ったとしても負けたとしても、勝った場合だと、まあ、4万円3万円2万円いくらでもいいんですけど、そのお金をまた増やそうとしてパチンコ店に足を運ぶだろうし、負けたとしたらその負け額をまた取り返そうとして、今は貸し付けをしていただいたお金があるからこれを使おうって、結局またドツボにはまるだろうなって思ったんです。もうそんな風にパチンコに執着する自分に戻りたくないし、本当そんな自分を変えたくて始めたことだって思ったんです。それでもパチンコ店に足が向かっていました。2店舗3店舗そうやって足を踏み入れてしまっていました。本当にそれだけでも情けないなって思います。時間を無駄にして、車も走らせて、ガソリンも無駄にして、自分は一体何をしてるんだろうなって思いながらなんですけど、パチンコを打とうと、打ちたいって思う自分もいるんですけど、でも打った時の後悔、本当全てを台無しにしてしまうんじゃないか、そんな怖さがあったからパチンコを打つことが怖くなっていたんです。そしてもし打ってしまったら自分はどうなってしまうんだろう、またあの頃みたいな嫌な気持ちに包まれた自分になってしまう、そんな風に客観視できている自分もいました。はい、ということでここまでもし聞いていただいた方がいたら予想はつくかもしれないんですけども、私はパチンコ店に3店舗入ってしまいましたが、打ちませんでした。
まあ、以前も淡路島にいる時にパチンコ店何度か足を踏み入れたことはあったんですけど、まあ、その時は明確に動画を撮ろうっていう目的があったからパチンコを打ちたいなんていうのは全く思わなかったんですよね。でも今回の場合は動画を回そうとかそんな目的じゃなくて、貸付金をいただいたからちょっとお金に余裕ができたなんていう浮かれた気持ちになってしまって、パチンコを打ちたい、そう思ってパチンコ店に行ってしまっていました。でもなんとかここまで積み重ねてきた日々が自分を思いとどまらせてくれました。いや苦しいです。正直今こうやって動画を撮影している今もパチンコ店パチンコ打ちたい、そう思ってる自分もいます。結局パチンコ打ってしまった方が楽なんだと思います。ああもう打ったしいっかってなっちゃうと思うし、またさっき言ったように勝ったとしても負けたとしてもまた絶対にパチンコ店に行ってしまうと思います。まあ、そうなったら気持ちとしては楽だけど、現実は絶対にいい方向には転ばないです。それが分かっているからもう怖いんだと思います。今日はちょっと感情的になってしまっている動画かもしれないんですけど、本当にこのパチンコ店に行かずに済んだっていうのは自分を褒めてあげたいなって思いました。それと同時に、まあ、自分はまだまだ依存症なんだなっていうふうに思いました。今までやめられていたのは、まあ、現金があまりなかったりだとか、まあ、環境、自分の周りにあまりパチンコ店がなかったりだとか、まあ、それ以外にやることがあったりだとか、そういったことがあるおかげで遠ざかっていた。でも結局お金と時間があればまたパチンコ店に行きたいなって思ったり、ふとしたきっかけでリバウンドする可能性があるんだなっていうことが分かったので、これからは本当まあ今日感じたこのパチンコ店に足を踏み入れてしまった時に感じた恐怖っていうのをしっかりと忘れないように、これからもパチンコからはギャンブルからは遠ざかりたいなって思います。ということで今日はちょっと釣りみたいな動画になってしまってたら申し訳ないんですけれども、パチンコを長らく離れていた私が久しぶりに本当パチンコを打ちたい、そういう強い気持ちでパチンコ店に行ってしまったんですけど、打たずにやり過ごすことができたというお話をさせていただきました。まあ、依存症に苦しんでいる方、やめたいのにやめられないことがある方、まあ、そういった方は苦しいと思います。でも絶対にやめられます。私も苦しみながら今やめたい、やめよう、本来の自分を取り戻したい、そういった気持ちで頑張っているところです。一緒に頑張りましょう。ということで今日もご視聴本当にありがとうございます。皆様も本日一日お疲れ様でした。寒くなりましたので体には気をつけてくださいね。ということで明日も良い一日を。じゃあね。